有田和都氏は、日本の実業家、政治家、教育家。和都氏とも、日本統治時代の朝鮮、平安北道新宇寺に生まれる。5歳で母親と、11歳で父親と死別し、福岡県築城町のおじに引き取られる。小倉師範学校、福岡高等学校を経て、1941年、東京帝国大学文学部教育学科を卒業。 直ちに兵役に就く。戦後は、青葉が丘女子高校校長、福岡県教育委員を務めた後、妻の兄である、石橋健造が経営する、若松執行に1952年に入社し、専務を経て、1958年社長に就任。後に、会長、名誉会長、相談役を歴任する。この他にもユニオン映画、 日本クラウンの創設に参加し、社長、会長を務めた。政治家としては、1974年の第10回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、福岡県選挙区より立候補して、当選、文教委員会に所属した。なお、自民党では7日会に所属していたが、1976年に、 河野洋平らと共に新自由クラブの結成に参加した。院内会派、参議院クラブの結成にも加わっているが、これは後年の同盟会派とは別の会派である。教育行政にも関与し、中央教育審議会委員、臨時教育審議会第三部会長を務めた。臨教審では教育の自由化に反対する立場を取った。教育家としては、 西日本工業大学と久留米工業大学で理事長職につき、西日本工業大学では学長を兼務した時期もあった。ありがとうございます。